プラットフォーム鳥リ型駅名標。イラストは、鹿児島神宮の初馬祭駅前風景早戸駅は、鹿児島県霧島市早戸町内山田一丁目にある、九州旅客鉄道の駅である。事務官コードは94万520。当駅の所属線である、日報本線と当駅を終点とする、被殺線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。 三式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合わせて二面三線を有する地上駅になっている。また、川線数線があり、深夜に翌朝用の列車が留置されている。駅舎はコンクリート造りの平屋だが、九州新幹線が新八代駅から鹿児島中央駅まで開通した際にドーンデザイン、研究所の水戸岡英治によるプロデュースでリニューアルされ、蓄材で追われている。 屋根状の駅名表の左側に、薩摩ゆかりの島津屋の家門がついている。直営駅で緑の窓口が設置されている。IC 乗車カード、守護家の利用が可能で、簡易守護家改札機が設置されている。守護家は緑の窓口や自動券売機で購入できる。守護家は日本本線でのみ、利用可能で、被殺線では利用できない。また、 被殺線の起点である八大駅にも守護家が導入されているが、八代駅と当駅では利用エリアが異なるため、被殺線経由で両エリアをまたがって守護家を利用することはできない。タッチパネル式の自動券売機、改札内には IC カードチャージ機が設置されている。霧島市が計画している、早戸駅東地区と地区各整理事業によって、東口を設置予定。 現在の段階では、駅舎改築の予定はなし。近年の1日平均乗降人員は、以下の通り、早戸塚、旧、早戸町の中心部。以下の路線の時刻表は、九州のバス時刻表にて検索することができる。かつて JR 九州バスが運行されていた。ありがとうございます。